はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回10分切れ負け、相手の方は三段の方になりました。よろしくお願いいたします。これはもう振り飛車かな。得意戦法矢倉棒銀って書いてあったんだけど、矢倉か。じゃあ矢倉棒銀やってもらいましょうか。せっかくなんで多分棒銀きますよねこれ。7二銀からこれでも2四歩同歩同角があるかな。これはこれよくある手筋なんでちょっと皆さんも気をつけてくださいね。これ同歩同そうですね。これで飛車慣れてこっちが勝っちゃうという寸法でございます。そこに上がるんだ。ま、慣れますけどね。てか、飛車、ごめんなさい、ちょっと待って。これ待てないのか。待てる。よかった。よかった、よかった。今、二択しかないのかなと思ったんですけど、一回飛車引いて、歩垂らすっていう手も非常に有力で、どっちがいいかな。飛車成るのと飛車引いて歩垂らすのどっちがいいでしょうか。誰か教えてくれ。わからん。まあ、飛車引いて2四歩垂らす手、そしてシンプルに2三飛車になっちゃう手、どちらもありますんで、まあ、垂らす引くか。ちょっと急的にですね。いやー打つか。まあ、2六垂らして次の7七角成から2七銀を狙うっていう手がありえるんですけど、そうですね。まあさすがに一回閉じて、そうですね、時に引きますか。とりあえずこの2六までいければ、これ2五とでいっちゃうか。これで2六とまでね引いちゃって、まあ、角打って受けるんだ。かぶって受けるんだ。いや、すごい形ですね、これ。こんなの初めて見ましたね。3六銀は3三桂と打って、ちょっとあれか、跳ねて、ちょっとあれですかね。5七銀は3三桂でまずいか。わかんないな。跳ねるんだ。それでも目標物がなくても跳ねるんですね。まあ3五角でもうなんかと金消しに来るかもしれません。今この駒の価値がやっぱと金の方が桂より高いという気がするんで、いや6八玉は3五角でダメだ。今度こそちょっと銀上がる手はありそうですね。これでちょっと場合によっては2七銀とか打たれても4八飛車のルートができて飛車が少し楽になりました。あとは王様をなんか6八か6九とかでできれば7九あたりまで寄せていけたら優勢になりそうなんですけど、どうでしょうか。ちょっと王様を早く寄りたいですね。で向こうとしてはちょっと早い戦いに持ち込まないとまずいということで、ちょっと面白い形ですけどね、2四とっていうのは。これであれですね、次7四銀の後に8五歩同歩同銀。マジでお返しとばかりに、さすがに無理だと思うけど、お返しとばかりにお前が角くれるんだったら俺も角やるよと。うわ、これは無理だろう、さすがに。
すがに。これちょっと飛車先スーッと通します。まあね、ちょっと今完全にうっかりしましたけど、うっかりを削られないようにかわします。ですね。さあこれ6三角とかですかね。とりあえずああノータイムで、ああこれはちょっとなんかそういうことか、早いですね。9一馬とかやると8七歩成からまずいんで、まあさすがに取る位置ですね、これはね。8八、ああ、銀上がるんだ。で次、8六飛車の狙いが何気にあるんで、これで横歩をしっかり守っておかないと、8六飛車来られるとちょっとまずいんで、気をつけてくださいと。ということですね。そうですね。ああ、ここで。そうですね、ちょっと、と金消されちゃうのは痛いかもしれないけど。わかんねえけど、王様ちょっと不安定じゃ戦えませんからね。5分。まあ5八玉6七玉の動きで思ったより手を稼げてないっていうのがちょっと痛いですけど、まあこんなもんか。8四飛車は9一馬から7三馬の王手飛車があるんで、そうですね、ちょっと思ったより手稼げてなかったんですよね、この、5八玉6七玉が。ただまあいけるだろうと。これどうしようかな。ちょっとあんまり、おお、そこ取るんだ。いやー、駒が足りないな。次、3七馬と引けたら美味しいんですけど、時間がやばいな本当に。ああ、5五歩いい味だけど、さらにこれは寄り筋か。
さすがにね、これはちょっと。なるほど、そこに打つのか。まあ、この目障りだった3七馬が消えて、とてもなんかいい感じの戦いになりましたけれども。もう一回ね、3六歩でちょっとダメ押ししとくか。これであれですね、ちょっと角がずっと飛車に睨んでたんですけど、こっち行ってくれたら、もうめちゃくちゃ楽になりますから。時間がやばいな。早い。3分。いや、ちょっとスクッとどうすねこれ。時間がやばい。同桂？どっち？なんかこの金銀の両サイがそこそこ硬いっちゃ硬いんですけど、6号桂ならもう、ああ、金で。2分30秒。ちょっとね、この3三から行かせるとかなり気持ち悪いんで、そうですね。ね。うわー、ああ、これやばい。ああ、ちょっとしまった。なんか、すごく嫌な予感がする。とてもとても嫌な予感がしますが、あー6五香痛いな。しかし2四銀が重りになって、そうですね、これは取れるかな。香打つか。2分。いやー、わかんねえ。これが歩成り、同玉なら飛車成り、同香が多分5四桂から詰んでるんじゃないかなとは。あー、なんかすごい嫌な手が来たけど、同香ですね。これ同香の時ちょっとまだ分かんないんですけど、いやーちょっと怖いな。桂かな。今ちょっと一瞬5五桂が王手になる気がしたんだけど、まあそれは大丈夫ですね。あの5号桂はその4四香車が効いているので跳ねられないということで大丈夫ですね。一瞬ちょっとヒヤッとしましたけど、今5号桂が跳ねて王手になる変化だと、こっち一瞬なんか詰み筋っぽいのがちらっと見えたんで、すごくヒヤッとしたんですけど、跳ねられないと。そも跳ねても同馬があるということですね。まあ
跳ねられもしないし、跳ねられたとしても同馬があったということで、ちょっとダブル錯覚したんですけど、まあ大丈夫だったと。馬切って取って金もな、ちょっと足りないですよね。向こうは5三銀打ちの簡単な詰めろがかかっておりますので、さすがに逃げ切ったでしょうか。ちょっとなんか終盤本当に、ドキドキもんでしたけど、そこまで結構差があったんで、それが大きかったですかね。もうちょっと僅差だったらかなりやばかった気がします。1分30秒。あとはもうこっちが積むか積まないかだけなんで、すごいある意味楽ですね。これどこだろうな。2九金には4九玉とかして大丈夫ですね。それ以上大手が、有効な大手がちょっと続かないと。これは逃げ切りましたね。これ以上有効な大手が続けるのがちょっと難しい形になってます。ああ、最後の抵抗。これであれですね、3三の金を取りながら王手すれば詰みでございます。ありがとうございました。で、感想戦やっていきたいと思います。はい、それでは感想戦やらせていただきたいと思います。今2七銀と、相手が不用意に上がってきたところですね。この状況でですね、飛車の横利きが止まっていると、8八まで効いていない、そして、7八金が上がっていない、この2つの条件が揃った時、この歩がつけます。これぜひ覚えておいてください。まあ、もしこれを覚えていれば本当に大会とかでもうこの局面迎えれば一勝レベルですからね。まあ、これだけで勝てるレベルの局面になりますので、ぜひ覚えておいてください。まあ、もうこの条件でこの歩突きが成立しないってことはほとんどないですね。で、以下、まあ、同銀、同角、同歩、同飛車とさばいていきます。で、まあ、角と銀の交換で大損したようなんですが、まあ、次の8七飛車成ですとか、8八飛車成と角を取る手がありますので、十分成立しております。で、本当はここであれですね、金を上がりたいんですが、金を上がると8七に銀を打ち込む手があります。で、これで、まあ、7七金と上がるのが形なんですが、これに対しては、8二飛車と一回冷静に引いておけば、まあ、次のこの角取りが非常に受けづらいという状況になっております。まあ、例えばこう、8六歩ではもう8八の角が取られてしまいますので、あとまああれですね、8七金も同飛成と取られて突破されてしまいますので、まあ、差し当たって角引くぐらいしか受けが考えられないんですが、これも、8八銀ならずと突っ込んでいけば、8筋が破れて大成功という形になります。はい、あれですね、まあ8筋突破した後、7八金にひるまず8七銀と打つと、ここまでワンセットで覚えておけば完璧ですね。まあ、唯一その、これが、飛車の横利きが止まっていて、なおかつ金が上がっていない状況で、唯一、この手順が成立しない状況としては、まあ、例えばなんですけどね、ちょっとやってみましょうかね。ちょっとここから、ちょっとありえないパス合戦になっちゃうんですが、まあ、例えば、まあ、こんな感じの局面があったとします。まあ、こういう時に、8六歩、同歩、同角、同銀、同飛車と行きますと、このね、7五角で王手飛車食らって、ギャーということになってしまいますので、まあ、この、あれですね、飛車と王様のライン上に、こう、王手飛車が打てないということも確認して、もし突くときは、ついてくださいということですね。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと、大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。投了追加は、王様かわせば、角成りで詰みですし、また、こちらに関しても、銀打って、王様下がって、角成りが両手で詰みですね。それでは失礼いたします。